お疲れちゃんすらです。今日はですね、クロロワにあってはならない、やばいね、とてつもないデッキが登場したので、そちらをね今日やっていこうと思います。久々にね、ちょっと負け作じゃない動画です。というわけでこちらね、さ、ディガポイです。はい、ただただこう書いてんのディガポイなんですけども、これが今もね、海外だったり、まだ大会とかでもよく使われてるか、日本プレイヤーそんな使ってる印象ないんですけども、マジ海外勢のね、猛者の間で流行りまくってます。はい。まあ、想像つく方いるかもしんないんですけど、まあ、高回転ディガポイってわけで、めちゃんこ守ります。めちゃんこ守るんですけど、もう守って守って、ダメージは、ディガーと、まあ、ポイズン、そして、ゴルナイです。はい、まさかのね、ちょっとウッドがないっていうディガポイで、そこは珍しいんですけども、マジ高回転でフェニックスとボムタワーを置きまくります。はい、守って守って守って、余裕があればんじゃ取れねんこれない取れねんこれないズツキズツキズツキみたいな感じで、めちゃめちゃちまちまゴルナイダッシュで削るっていう、やられてる側すっごい不快になります。これやばいっす、マジで。しかもやっぱね、強いのがね、やっぱ守りが硬い。そのボムタワーがね、なんか強いんですよね。最近、施設で大砲が壊れだったんですけど、もうちょっと大砲よりもボムの方がここ最近多いんじゃないかっていう。ボムのね、やっぱ防衛力が高いのが非常に評価されてます。さあ、といった中で、相手がザップで待つってことは、まあラバかスパーキー。スパーキーだったらいいなぁ。ん?んー、まあだるいじゃないですか、こういうのも。しばきます。金髪様だぞ。はい、これない。はい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 。で、ここでディガーまで行ってあげて、フェニックスが、あー、フェニックス、ってかこれでさ、こんなにダメージ入るデッキじゃないんですよ。こんな簡単にダメージ入るデッキじゃないんですけど、これも全て金髪のせいです。端前試合が来ないので、これはトルネードを回してキング起動すると、後半もね楽に守れちゃうよねと。いや、これがね、マジ、お、エリポンなんか置いちゃって、あ、これでも捨ててきそうですね。え、これどこに置く、ここだろ。なんか綺麗に隙間あったわ。その隙間に埋めてあげて、よし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 。さあ、ジャイネクロ、おちんぱんですね。おちんぱんはね、ボムタワーポイズンゴルナイで制裁します。ああ、そう、新しいの。ああ、さあ、ミニペッカが入ってんですけど、マジで本気の許容。いや、バカすぎるな、ちょっと今のは。今のは、パッパトルネードとかで対応した方がよかったですね。そんな見ちゃいけんかったわ。まあでも残ったんでいいか。危ね。ポイズン、ちょっと見られたな。まあでもこれは確実にこっち。はい。で、本当はもうフェニックスとか、もっともっとね、2体3体置いてあげたいんですよ。俺からしたら。いっぱいね。高回転でフェニックスとボムタワー出しまくって守るデッキです。はい。さあ、1戦目ちょっとね、守りがね、怪しいように見えましたけども、もうもっと綺麗にね、守ってもいいとか、守った方がいいかな。さあ、というデッキですね。ちょっともっとね、もっと綺麗に守りたい。完璧に守ろうと思えば、守れるデッキですね。まあ、弱点としては、ウッドがないっていうちょっと珍しいので、まあ、シンプル枯渇ですね。はい、まあ、環境枯渇が少ないからこそ、まあ、こういったね、ちょっと特殊なリガポイがね、現れてくる。いや、マジ。金髪行きてえな。で、相手の大砲の色濁ってね。え、濁ってるっすよね。あの色の大砲あんま見なくね?ガンダム的な?いや、それはガンダムに失礼か。まあ、トリマゴルナイ出して2.6億か。2.6億?トルネで守って、ボムで守って。あー、着衣だるいな。アチャクイは、しばくんで、ポイズン入ります。やば!何あの、ああ、これ、逆に行った方が良かったかもね。このシバライトはね、シバでもねえか。
ウッド？いやマジなんだ。ロイか。あーロイっぽいな。さあまあライト削り嫌なんだけど、うわ同彩か逆彩か非常に悩んで一旦同彩に出しちゃったな。普通に見せただけなのか。じゃあ圧着いい。ポイに浸せたい。ガチで過剰防衛これやばいな。やばい気がしてる。ボムあるんでホグなんかい。さあホグと別れはもう気楽っすね。さあデリバリー。そうなるとアチャクイの逆やっぱ攻めたいんで、なんかゴブリンが来てる。やべ、マジで見なかったことにしてください。本当に見なかったことにしてくれていい？お願い、ありがとう。強いって。走るよ。行きます。はい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 。なんで？マジで。お前ならいける。お前の真の力を見せてやる。相手ライトで削ってくるけど、相手も悩んでる。防衛が、あ、これアイゴネパフ入ったら終わる。俺終わる。マジやばい。アイゴネパフ入ってる。うわバレてない、バレてない。バレてない。え？うわあ！え、ライトで落ちますよね。はい、落ちます。ちょ、マジでごめん。あの、本当にトルネが下手。本当に。でもよ。こんだけトルネが下手でも勝てるゴルナイ、そういうことです。はい、ちょっと一回ね、あーマジで一回お手本見せようと思ったら枯渇じゃないか。さあ、まあ、ディガーでカツカツいくんですけども、キング起動しちゃいたいですね。当ててきますね。お兄さん、さあもうこれにやべ、コストね。
くれよ、負けたと思って無言だったぜ。ちょっと待って、やばい、あのプレイがヘナチョコなんですけど奇跡的に勝ってる。マジこの奇跡起こせんのかね、マジこのゴルナイっすねいやでもガチ無言だった。多分一言も喋ってない、動画撮ってること忘れてた。やばいよなゴルナイ、なんか意外とゴルナイからのディガーで走るよりも、なんかディガー出して相手がそこに絶対対応してくるじゃないですか。だからそのタイミングで8枚ゴルナイダッシュの方がね、意外と強いのかな。なんか今んとこそんな感じっすよね。ディガー出してゴブリン来るよね、8枚みたいな。さあといったとこで、リバーバースリマスケッティーヤくんですかね。これはイースピだったの、あジンギマルっすね一応。さあボムタワーが強すぎてキングギドできないのは悲しい。あーエリゴーレくんの方でしたね。さあこれはまあボム使っちゃったんですけど、頑張って回さないといけない。よいしょ、まあ、ボムが強いんでね、アイスピ飛ぶの偉いですね。しかもさあ適当にトルネードでまとめてあげて、しかもこれキング起動できる、このライドラーピュッ。そしてうーん耐えれる、やばないこの防衛力鉄壁、これぞ鉄壁。よいしょ、さあ適当に食ってこい鳥、お前の餌だ。いやーこのダメージが、あーうまい、キング起動か、それはちょっとうまいな。いやー柳雨とかねーすげえきそう。これまあまあでどうだろう、まあ耐えればいい話か。フェニックスボム、フェニックスボムで耐えようぜ。相手はライドラがやっぱ嫌なようで、嫌なようで、うんちゃゴルネが嫌なようで。おお、あれやばい、それやばい。まあどうなるか分かんないんですけど、一旦防衛貼っといた。エリが漏れちまう。さあすごいパーティーが来る。まだマジでこのポイズンとボムの範囲で溺れちまいな。やばい、めっちゃ簡単に守れちまう。さあエリババここで使わせたのもでかいですね。なんかボムの爆あるときに
あのボムタワー置きにくいんで、それだけちょっと嫌っすよ。さあ、あとは守れば勝ちです。守れれば、簡単に言うと、まあ、あとはディガーでカツカツやればいいんで。相手がサイドを変えてきたので俺も変えます。まあ、これを繰り返していくといつかどうする。俺が守れなくなるのか。勝てるぞ。勝てんだ。しかもキング起動できてんのがやっぱでかいっすよね。これマジやばい。 E スピかなんか一回クッション来そう。あ、これは美味しい。走れるよね、勇者ゴールないよ。お前が勇者とかやだな。さあ、でこれちょっと卵も大切にみたいな。さあ、ボムタワーをいっぱい置いとけばいいって話だよ。さあ、ボムタワーをいっぱい置いとけば守れるって誰かが言ってた。はい、でポイズンで削ってまたボムタワー置けるよっていう。ボムタワー、卵めっちゃある。卵三重視。ボムタワーさ、これはもう相手諦めのねやりごれでしょうって言ったところで、ね、まあ記念にゴルナイダッシュいっとこうぜ。はいはい、ずれすぎ。あんなここで折り切れるかね、やばいよ。ギガポイだけじゃ削り足りんやん。はい、ゴルナイダッシュでいけますっていう。これマジでやばいんだよな。タッチ悪すぎるというか、いや、まあほんと立ち悪い。いや、マジやばい、このデッキ。ゴルナイの精神的苦痛をね、一試合に何度も受けなきゃいけないっていう、マジで立ち悪いデッキです。しかも普通に強い。これがネタとかじゃなくてガチっていうのもね。お？これはまあ。やばくね？せこいよ。よし、さあ。もう強い。だいぶダメージ入ってる。さあ、来たスパーキー。ゴールナイ走れます。いや、でも一旦これは落ち着くか。いや、走りてんだよな、走りてー病。ちょっとさっきからなんか序盤でね変なことなってんで。え、うまっ。まあ、ちなみにボルナイネスパーキン、あ、無効化できます。アイスピ添えてあげればよかったな今。ボルナイかわいそうなの。まあかわいそうもねえか、この子に。さあ、でアーチャーいたねとか思いながら、でアーチャー出たところ端前ゴルナイで走る。はい、それです。やばすぎ。ぶっちぎり走る場合じゃなかったらトルネで無理やり走らせればいいだけですから。さあ、ホグロイジャイですけど、ホグにはトルネード、そしてロイジャイにはボームタワー、スパーキーはまあ何でも守れます。さあ、これもアーチャーいないガゴムレサイクルなんで、まあ、フェニックスからのまあみたいな。さあ、ここでボム使うのが一番渋いかな。アーチャーこれでフェニックスの落下で、でこうなると次が危ないですね。なんで回します。高回転なんで、はい、回してあげて、これで別にロイジャー来てもボムタワーがあるよと。なんだ、トルネードもあります。なら先に置いといてあげよう。なんとも言えないトルネードになった気がするが、さあ、ここでゴルナイのダッシュも使いながら、さあ、ちょっと危ないように見えるが一発受けちゃう。まあいっか。はい、
一回気を取り直してね、だいぶダメージ受けちゃったんで、ここでフェニックスからね、フェニックス最強なんで、一旦ゴルナイでも、さあディガー飛ばして、このディガーでも陸でユニットで対応するとね、もう走るしかできない。あうまい、いやー起き上がるぞこれ。矢の雨来るかな。起き上がっちゃいます。さあディガーを防衛すると金髪が惜しい走りたいだけの人いる。いやマジその高回転でさあ、これトネネで相手のタワーにもダメージ与えます。あこれもあんのマジやばいな。これでちょっとアーチャー出させます。お金髪金髪、いやータワーに微妙にいかな。おっそれこれういっニョキ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 ン。さあもう呪文圏内なのかわかんないけど、回せば呪文圏内になるんじゃねさあというねやばすぎるんだよなこれ。楽しいですよ、はい、使うとねめっちゃ楽しいです。なんでよければね、友達とかにね引きこもって引きこもってね、ゴルネットルネをずっとせずに最後の一発だけかますとかでもね全然いいんでね。逆に序盤は無理しない方がいいな。あーいやー美味しいなこれ。キング起動できなかったらね少し怖い部分はありましたけども、たまたまキング起動してほしいバルーが来たんだね。あこれ D がでよかったな絶対。タゲを取れたらフェニックス生まれない。惜しい。いや強い、ゴルナイナー。まあ走る距離一マス縮めるか、なんだ HP か、攻撃速度が速いですね。あ殴る速度をもう少しスローにしちゃっていい気がするですね。さあプリンスバレルアーチャーか。おお、いやマジでこうなったらマジできるだけフェニックスとゴルナイ出して守ります。後ろプリンスつけてきそう、まあ、つけてきてもゴルナイのダッシュも使いつつ、本当にもう全力防衛です。まああれに走るメリットはないんでさすがにやめとこうか。でまあ枯渇屋なんですけどロケがなさそうなんで、正直後ろからフェニックス出しまくっとけばいいかな。さあ相手のインフで焦げる位置、矢とか来んなよ。さあフェニックス行かれるけどここは起き上がれるんじゃないか。ミリ？これミリでもよく届くぞ。惜しい。怖い。これね、一回ボム置いて、後ろからフェニックス3匹ぐらい出そうぜ。さあ、ゴルナイ出して。これやべえよ、マジ。で、この間に、一回。これ、アーチャーもできる。攻めとくと、ここにスケブとかを相手に使わせられて、これもねフェニックスで回収しつつの、いやこれマジでね無限取り。あーそれ強い、無限取りロワイヤルができるんだよね一生このフェニックスで、まあ、守れるし攻めれるしみたいな、これがやばいんだよ。高回転、まあ、ゴルナいるからこそみたいなとこもね、なんならさあアーチャーしばいて埋まらせたいっすね。埋まんない、これスケブのサイクルなんで、もう読んでポイズンっちゃう。あ怪しいことしてるけど、まあ耐えたっすね。端前メガだけやだな。まあでも言うてボムアイスピあるんで、さあボムの位置が変ですけど、
はい。いや、まじ、守りが硬いのがね、ちょっといいですね。いてててて。いてててて。だいぶ嫌ですからね、この相手のデッキ、俺からしたら。この辺からもう削れないんで、とか、イモられちゃうんで、俺もイモります。あれダメージが怪しくなってきた。え、ロキあるやん。さ、ロキあったんで、これは話がだいぶ変わってくる。ロキあるのはだいぶ話が変わってくる。さあ、こっからちょっと巻いてダメージ追い上げ会です。え、バレラ禁忌してんで、ガン無視して、もう呪文で削んなきゃいけない。最後ゴブリンバレルを一応貫封すれば勝ち。貫封できそう。うん、危ねえよー。ロケットあるなら先言うてやと言ったところで、まあ苦しいバレルにもね、このゴルナイですね、はい、ゴルナイドリームでなんとかなるので、皆さんもぜひやってみてください。では、お疲れ様でした。